先発のバファローズ近藤立ち上がりです。先頭の聖沢ヒットと盗塁、それから2番の山崎が送ってワンアウトランナー3塁というところ、3番の後藤がチェンジアップをうまくセンターの前に運んでいきました。イーグルス初回に1点を先制します。そのイーグルス先発は三馬、3回です。島田がヒットで、これ今日スタメンの伏見が送ってランナー2塁というところで、こちらも今日スタメンの俊太がライトへ同点タイムリー、1対1とします。でこの後ワンアウト3塁1塁となって打撃好調の足立を迎えます。その足立がレフトへタイムリー、2対1と1点勝ち越しに成功します。なおもチャンス続いて中島を迎えたところ、これ三馬がセカンド牽制悪送球、ランナーそれぞれ進塁、二塁三塁とピンチ広がります。で中島に対してはインコースを狙ったところ、あそこを中島がうまく三塁線タイムリーにしました。2点タイムリーツーベースヒットになりました。これで4対1。この回バファローズは5本のヒットを集めて4点取りました。そのバファローズ4回です。この回宮崎がスリーベースで出て、その宮崎を三塁に置いて島田にタイムリーが出ました。これで先発の三馬はマウンドを降ります。さあゲームはこれ5回に入っていきます。勝ち投手の権利がかかるこの近藤の5回のピッチング、先頭バッターウィーラー、その代打のウィーラーを打ち取って、そして聖沢、2番の山崎も打ち取りました。この回三者凡退、近藤に勝ち投手の権利ということになります。さあイーグルスの方ですけれども、ゲーム中盤からこのルーキーの加藤がマウンドに上がりました。その加藤、ツーベースヒットの伏見、セカンドランナー、その伏見を返すこの俊太のタイムリーがありました。これで7対2リード広げます。でこの後ツーアウトランナー三塁一塁で、一塁ランナーヘルマンがスタートで、セカンド送られたところ、三塁ランナーの俊太がホームをつこうとしたんですが、これはタッチアウトになりました。5点を追いかけますイーグルス、6回の裏です。先発の近藤から、今日が結婚記念日だという後藤、今日3本目のヒットはライトスタンドへホームラン、今シーズン初猛打賞ということになりました後藤です。7回の表のバファローズ、ワンアウト1塁から4番の T 岡田、これがライトのフェンスダイレクト、タイムリーツーベースになりまして1点追加、まあ、T 岡田は三塁狙いますが、これはタッチアウトになりました。でこの後加藤は落ち着いたピッチング、まあ、昨日3打点ホームランを放っているブランコを打ち取ります。8回です。イーグルスはツーアウトランナー二塁一塁、中川デッドボール、それから代打の牧田がヒットで作ったチャンス、ここでフェルナンドがタイムリー、1点を返します。さあそしてランナーをなお2人を置いたところで、まずイーグルスベンチがこれ代打松井和夫で、バファローズサイドが佐藤達也をマウンドに送りました。ここは代打松井和夫はセンターフライに終わって1点止まりとなりました。で9回の表でも1点を加えたバファローズ、その裏はルーキーの山崎幸也がマウンドに上がりました。最後のバッターサンチェスをサードゴロに打ち取って、これでバファローズ先発の近藤、実に1411日ぶりの勝利ということになりました。